はい、皆さんこんにちは。6月の27日阪神競馬場の宝塚記念いかがだったでしょうか。私はがっつりと負けておりますよ、それでもね、元気に明るくいきたいと思います。土曜日ね、2000円入れてね、あっという間に負けちゃったんですよね。泣きの1000円入れたらですね、なんとかねお金結構増えたんですよね、それを今日のね、宝塚記念に全部ぶち込んで、よーし運試しと思ったんですけどね、やっぱり全部溶かしちゃいましたね、これをね、かれこれもう30年以上続けてるんですけどね、全く学習効果がないですね、増えたお金をどんどん JRA さんの方にね、見ついてるんですけども、いつ帰ってくるんでしょうか。さて、京都駅の方にね、いつものように来てるんですけどね、これ新幹線の方に今日はちょっとね様子を見に来ましたけどね、出てましたね。帰り道も切符買ってましたよ。随分と京都の方にね遊びに来てた方がいらっしゃったのかな。これ日曜日の夕方ですからね、この辺りに人がいるということは、随分と人が出てたっていう、そういうことになってると思いますよ。日本旅行さんの方もね、緊急事態宣言の間はずっと閉まってたんですけどね、マンボウになってこれ開けてますね。何か旅行商品がねドーンと売れていくといいですね、この業界も大変になってますからね。はい、また連絡通路のね解説の方に来てますけどね、今日はねやっぱりこうゴロゴロ引いてる、スーツケース引いてる人結構いましたね、昨日ね、高速プレロシーンでねちょっと正面の方とかはね、昨日は映像送れなかったんですけどね、土曜日もね結構出てましたよね、これね梅雨で雨のシーズンでこんな感じですからね、これがねちょっともう梅雨明けてカラッとね晴れてくると、また子供たちの夏休みも控えてますからね、ドーンと人が出てね、なんかにぎにしくこうね、ざわざわっとしてね、なんかこういい感じになってくるんじゃないかと思ってますよ、さてさて、皆さんね明日から月曜日です。なんとかね振り絞って、力を振り絞って頑張っていきましょう。また来ますんでよろしくお願いします。